こんにちは、アゲポヨデッキです。結構グライアスデッキは迷走してるんですけど、多分正解の1枚はマグナセイバー。そんな気がしています。そうなるとララミアも採用候補になってきて、残りはギルザエルとプラス何か、多分全部出せる状況はほぼないので、5種類以上いても問題ないと思います。マシンベアとか出さないでもいいかなってレベルです。最悪不採用でもいいかもね。個人的に気持ちのいい動きだなって感じたのは6マグナで進化置き、処理しきれないところにギルザエルだったり連続マグナセイバー、そして仕上げにグライアスって感じです。結構マグナセイバーは進化置きすると生き延びるので、ありだと思ってます。オリビエが手札にあればの話だったりはするんですけど、なくてもやる勇気が必要な場合もある。難しいね。機械実って勝てるというより勝ったって感じになることが多いので、心なしかどこかモヤモヤします。能力変更前から色々試してるんですけど、未だに鑑定した感覚がありません。採用候補が豊富だし、自由度が高いからってのもあるのかな？あと何か1枚欲しいなって感覚です。今でも別に弱すぎるってことはないので、贅沢な悩みかもね。作って欲しい優先度で言えばミロエルさんの方が上です。一度しか出会ったことがありません。ゲノムエルさんに至っては使われた記憶すらありません。融合素材としては何度も見てるんですけどね。いつか出航してくる日が来るんでしょうか。私には想像できません。エルラーではちょくちょく出会うようになったんですけどね。というかアルバハ軸が謎に増えている印象があります。おかげでミッション消化の武装ドラゴンが厳しくなってきています。ちょっとだけね。パズズの復讐ケアもしないといけないってところもあるし、何がいいんでしょうね。個人的には結晶ビショップが今熱いんですけど、信じられないくらい何も引かない時があるので悩みどころです。どのデッキも一緒だけど、その中で頭を使わないで勝てるデッキで楽をしたい。欲を言うならスペルとフォロワーのプレイ回数がちょうどいい感じだとなおよし。ワイホーロイヤルとか随分使ってないけど、ちょうどいいかもしれないね。だからランクマに結構いる説ありますか？答え出ちゃったね。もしくはディエモンでもか。もうすでに1デッキ取り終えてるんですけど、うまいこと組めばなんとかなる気がしています。プレイングも必要になるからなんとかならない気もしています。プレイングで思い出したんですけど、この前シャドバにプレイングがあるかどうかの回答が思いつきました。私が弱すぎるネタデッキを使う場合、プラクティスで実験することがあるんですけど、プラクティスだとなんだかんだで負けないってことが多いんですよね。これって適当にカードを切っていたら勝てないって証明になりませんか？って最近思いました。デッキパワーももちろんあるとは思うんですけど、デッキパワーが強ければ負けないってもうそれはプレイングじゃないの？そう思ったりもしました。ちなみに私は普通に負けるのでプレイングナッシングデイです。誰もやらないとは思うんですけど、耐久力チェックに EOP の人形ネメシスがちょうどいいんですよね。今回新しいプラクティスが追加されたのでラスワのパワーも気になりどころさん。財宝ロイヤルは連携無視で第3号を出すので論外でした。いつか修正されたら嬉しいね。もしくは関係ないデッキを追加してくれると最高です。それで思いついたんですけど、デッキだけ組んで勝手に戦わせる AI マッチをイベントでやってほしい。年に1回とかなら面白そうじゃないですか？楽だしね。ということでリーサルです。マジマンジ。ちなみにデッキはこんな感じ。だいたいこんな感じが勝ちやすかった印象です。アニマルパペッターは1枚でもいいかなって気がしています。他の採用候補は番式と人気。カラクリ給仕ももしかしたら2枚とかでいいのかもしれません。とにもかくにもマグナセイバーを信じるだけです。変身は諦めです。そんな感じで実況を終わります。ご視聴ありがとうございました。その心、絶望で染まって壊れろ。指導展開、発動。
悪しきよ、燃えよ、ただされよ。彼は手にして私がすする。ふん、後悔はしたくないから。決めたから。禁断の魅惑をあなたに。良き道を。エールの際、テンプの間髪。行くぞ。鈍くさえのチリアクタか。かっこ悪いね。おしまい。冗談。思考の速度も走る。瓦礫みたいに崩しちゃう。ここからだ。チンタラしてたら逃すだけ。腹を決めろ。マグラムケンズ、マグラセイド。そんな飽きさせてくれるね。マグラドライブ、アゲトヨでござる。どうよく私を求めて。これで終わらせる。私以外は一口もない。ピエンド思い出のパーツにどうぞ。無能に劣るゴミクズ。消えちまえよ。敗北を認めよう。